皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、ディレクターの希望で最強の前腕種目についてお話をしていきたいなと思います。最強っていうのも目的とかその人の体質によって全然変わってくるんで、まあその辺ですね、いろんなパターンを想定して、こういう目的であればこういう種目がいいんじゃないでしょうかというのを、まあ私なりのね考えをお伝えしていけたらなと思います。まあ前腕ってなると、まあ太さもそうですけど、強さを強くしていきたいっていう方とか、まあ握力ですよね、握力を強くしていきたいとか、まあ純粋に前腕の力を強くしていきたいとか、あとはまあ腕相撲で強くなりたい、そのためにまあ前腕鍛えたらいいんじゃないかとかね、まあいろんな考えがあると思うんですけども、まずは前腕を太くするための種目についてお話をしていきたいなと思います。前腕を鍛えるのに、まあ、一番いい種目で言ったら、まあ私はですね、リバースカールかなと思います。ダンベルでもバーベルでもいいんですけども、簡単です。順手で握って、あとはアームカールやるだけです。こうすると、アームカールの時は手のひらが上を向いてて、上腕二頭筋、力こぶの筋肉をメインで使うようになるんですけども、手のひらを下に向けると上腕二頭筋あまり使わなくなります。その代わりに前腕の筋肉を使ってウエイトを上げるようになるので、前腕のね、腕頭骨筋と言いますけども、こことか二頭筋の中の方に入っている上腕筋とかですね、その辺の前腕の筋肉を鍛えることができます。で、私のおすすめとしては20回とか30回ぐらいのかなり多めの回数で鍛えるのをおすすめします。かなりしんどいです。前腕がこうもう焼けつくようにね、痛くなってくるんですけども、そういうのに耐えながらぜひ頑張って鍛えていただければなと思います。では次に、握力を強くしていきたいっていう方におすすめの種目なんですけども、実はですね、握力には何種類か種類があるのをご存知でしょうか。実はですね、4つ種類がありまして、握力計でグーッとやって測るやつありますね。これはクラッシュ力といって、まあ握りつぶす力になります。2つ目っていうのはピンチ力といいまして、ピンチっていうのはつまむっていう意味です。ギューッとこう押しつぶす力に、これはクラッシュ力と違って親指の力がかなり関わってきます。3つ目が日本語で恥力と言いますけども、ホールド力ですね。握ったところから力がかかった時にぐーっとこらえる、手を離さずにこらえる力になります。これはまあ懸垂とかね、デッドリフトで重たいバーを離さないようにするとかですね、柔道みたいな組み技系の格闘技をやってる方なんかは、しっかり組みついたところから相手を離さないとか、結構ですね、筋トレとかスポーツで重要な力になってきます。そして最後4つ目っていうのが、握ったところから手を開く力。当然開くのにも力を使うので、この開く力っていうのも鍛えておくと握力をまんべんなく鍛えることができると言われています。まあこうやって4種類あるので、それぞれですね、理想のトレーニングってちょっと違ってきます。まずですね、クラッシュ力、握りつぶす力を効率よく鍛えたいんであれば、男性の方なんかはね、子供の頃に持ってたことがあるんじゃないかと思うんですけど、ハンドグリップですね。ハンドグリップをもうギュギュッと握って鍛えていただくのがまあ一番いいんじゃないかなと思います。そしてピンチ力と開く力なんですけども、こういうのって結構ですね、専門の器具がないとなかなか鍛えづらい力だったりするので、そういう握力を鍛える専門のトレーニング器具が出てたりします。かなりマイナーなんですけども、インターネットで探したりしたら出てくると思うんで、開く力とかピンチ力とか鍛えるような器具を探してみていただければいいんじゃないかなと思います。まあ開く力で言ったら、こうお風呂の湯船の中でパッと開くとかね、やってみてもいいんじゃないかなと思うんですけども、まあちょっと特殊な器具が必要かなと思います。で、最後ホールド力に関しては、普通のバーベルとかダンベルを使ったトレーニングでおすすめの種目がありまして、デッドリフトですね。もう単純にデッドリフトを高重量で素手でやっていれば、自然とですね、このホールド力、バーを握ったまま離さないっていう力がついてきますので、まあ一番単純ではあるんですけども、デッドリフトがおすすめです。で、もうちょっと握力に特化して鍛えたいんであれば、トップサイドデッドリフトみたいな形で、膝の上ぐらいからものすごい重たいバーをグッと引いて、引き切ったところでずっと止めときます。グッと引き切ったところで、もうこの姿勢でバーをしっかりホールドしとく。
っていうのが、まあ、結構おすすめです。あとはですね、片手に重たいダンベルを持って歩くスーツケースキャリーとかですね、両手に重たいダンベルを持って歩くファーマーズウォークなんていうトレーニングもあったりします。これは歩くんで結構体幹の筋肉もかなり使うので、体幹も一緒に鍛えたいっていう方はこういうトレーニングもいいんじゃないかなと思います。そして最後にですね、腕相撲で強くなりたいから前腕を鍛えたいっていう方は、まあなんといってもですね、アームレスリングの道場とかジムに行ってアームレスリングのテクニックを教えてもらうっていうのがもう一番手っ取り早いです。アームレスリングもものすごいですね、緻密な技術が必要になる競技ですので、何も知らない人がですね前腕だけ鍛えて強くなれるスピードよりもアームレスリングの技術を教えてもらった方がはるかにですね早く腕相撲強くなりますので、まあ私のおすすめとしては、もう腕相撲が強くなりたいんであればもうアームレスリングの練習をするのがいいんじゃないかなと思います。この腕相撲っていうのは実はですね、かなり怪我が多いんですね。下手をすると結構簡単にですね、上腕の骨がポッキリ折れてしまいます。ボディービルダーの方で腕相撲をやって腕が折れてしまった方も何人かねいらっしゃったりするので、腕相撲をやる際は本当に気をつけて、あまりねその場のノリで思いっきり全力出してやったりしない方がいいんではないかなと思います。気をつけてください。ということで今回は前腕の最強種目についてお話をさせていただきました。前腕のね力にもいろいろ種類があるんで、これだけっていう種目はなかなかないんですけども、まあ目的に応じてどういう種目がいいのかというところについてお話をさせていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。